京都で主な活動をしていた近藤たち身風浪士は、大阪にもその足跡を数多く残しています。今橋付近は両替商が軒を並べる金融の中心街でした。近藤らはタイの運営資金として豪商鴻池家から400両という大金を借り入れています。また浅葱色の羽織は両替商の平野屋から借金して作ったものと言われています。文久3年1863年6月八軒家から小舟で夕涼みに出た芹沢以下身風浪士たちは、しじみ橋近辺で大阪の力士たちと乱闘事件を起こしました。力士に死者が出るほど騒ぎとなったこの事件、その後双方は和解し身分での相撲興行をするまでになります。これをきっかけに新選組は大阪でも名の通る存在となったのです。京都御所の正門からほど近い浜栗御門、江戸時代中頃の大火で初めて開門したことから焼けて口を開く浜栗に例えられたといいます。文久3年1863年8月18日尊攘派の長州藩は公卿三条実美らと天皇による攘夷の発令を企てます。幕府軍はこれを阻止し追い落としを図るため御所の警備を固めました。そこに近藤たちも駆けつけます。一度は退いた長州藩ですが、翌年およそ2000人の兵を擁し幕府軍と浜栗御門などで砲火を交えたのです。その時新選組は長州軍牧泉らの一帯を天王山で自害させ、後の長州征伐へと突き進みます。幕末激動の京都御所、ここは新選組がその名を轟かせた場所なのです。新選組一の剣の使い手とも言われた松前藩士の息子長倉新八は、維新後松前で医者の婿養子となりました。数少ない生き残りの大使として77年の生涯を全うした長倉は、新選組の活動の記録を残しています。そこには新見錦の切腹のいきさつなど幹部でしか知り得ない様子が記されています。二番組長として活躍した長倉は甲州勝沼の戦い後近藤と対立し離退します。しかし近藤の死を知ると慰霊碑を建てることに力を尽くしました。自分が死んだら局長の眠る板橋へ埋めてくれ、その遺言により慰霊碑のそばに分骨して墓が建てられました。一度は近藤と袂を分かつことになった長倉新八、新選組大使であった日々を忘れることはなかったのです。